どうも、速稼塾の久保でございます。今回もね、モノモース動画送りつけられてきましたね。こんなわけのわかんない動画もう送ってくるんで返信せざるを得ないわけですよ。今回はですね、速稼塾久保がですね、この優等生ぶりを発揮して、画面についてないけど、どのぐらい優等生なのかね、お話していこうかと思います。まあ俗に言うですね、能ある鷹は爪隠すと言いますよね。私はですね、隠す爪どころか、このね、長い爪、まあ要するに爪を長くするっていうのは欲かくって意味ですよね。欲張るって意味ですよね。まあでもこの通りね、深爪してるぐらいですよ。もう爪が甘いと言われればその通りなんですけども、まあ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 他の動画見てね、こっちの動画とこっちの動画言ってることが同じやないか、もしくは言ってること違いやないかみたいなのもあると思うんですよ。そうなんですよ。その瞬間感じたこと喋ってるんで、私もね、どこまで責任持てばいいのかなというところでございます。ただね、ここで非常に大事な、ここにね、意味が込められてるんですよ。それはですね、今まで10年20年信じていたことを今日この瞬間いきなり捨てれるかどうかってことなんですよね。そうしないと変化って訪れないんですよ。ね、私はだからね、アフィリエイトをやってきてアフィリエイトを捨てる、大学出てきて大学の、まあ、大した学歴じゃないですけども学歴を捨てるとかね、それから自分の住んでる土地を捨てて、まあ、どっかに引っ越すとかね、うん、まあはっきり言っても女の人と別れてみたいなね、そんなこともあるわけですよ。で、私としては選択の結果と言えるんですけども、ただね、やっぱりそこでちょっとね、優等生ぶれないところってのがあるんですよ、うん、例えば捨てるのは私の意思で捨てたりとかね、選んだりするわけですけども、捨てられた方とか選ばれなかったものってのもあるわけですよね。それに対して私はね、どういうふうにしていけばいいのかなってことを、うん、まあ非常にね、悩む時もあります。ただですね、人間ってのは悩んで悩んで悩んで迷って迷って迷って墓場に行っちゃうよりも、もうね、迷いとか悩みとかつまずきとか後悔とかっていうのはつきものだと思って、それもね、青春の1ページじゃないですけども、その人生の1ページだと思って、ある程度割り切っていくことは必要かなと思います。その上でですね、私はですね、自分に対して約束したことがあります。それはですね、うん、正直で言いたいなと。あ、間違えていた、ダメだった、バカだった、自分が悪かったですっていうふうに、自分で心がね、自分のせいかなと思ったら、それを素直に表現することかなと思うんですよ。そしてもっと言えばですね、自分は全く悪くなくても、落ち度は他の人にあっても、それでもね、自分の人生に起きたことなんで、自分も無責任じゃない、無関係じゃないと思って、一緒にその取り組みをね、見直していくとか、一緒に悩んで、一緒に考えて、一緒に解決するっていう風な気持ちを持っていこうかなと思うんですよね。まあでもね、これそうは言ってもできることとできないことがはっきりあります。私もね、万能ではないわけですよ。まあ、ですんで、そのためにも私は動画で放送してるわけなんですよ。こっからが大事なところですよ。私の言ったことをやったこと、なんでこんなに細かくね、動画でやるかっていうと、チェックしてもらいたいんですよ。皆さんがジャーナリストです。皆さんが久保哲郎ってものをチェックして、お、なんじゃこれおかしいじゃないか、物申すみたいな感じで、私のね、修正をしてもらいたいんですよ。もしくは私に期待してることを、どん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 ね、課題として呼びかけてもらいたいんですよ。私はそれに応えることで、磨かれていくと思います。私はね、多分社会との関わりを本当に持たずに隠居をすれば、多分そのまんま誰とも関わらずにやっていけるんですよね。でもそれでいいのかなと。私はやっぱりね、皆さんと一緒にいるからこそ私なんだなと思います。速稼塾の塾生さん、もしくはこの動画の視聴者さんと一緒にいるからこそ私なんではないかなと思うわけなんですよ。ここはね、私の心がね、そういうふうにね、叫び続けるわけなんですよ。私の心の中に鬼みたいな存在がいて、そいつがね、私にそれでいいのかと、バカ野郎と、甘えるなっていうね、叱り続けるんですよ。もっと視聴者さんのことを見ろと、視聴者さんの悩みに寄り添えっていうふうにね、語りかけてくるんですよね。それが私の原動力になってます。まあ、ですんでこういうふうに言うわけですよ。私の人生を作ってくださる、私の本当に恩人っていうのは、この動画を見てるあなたですよってことです。高級石焼き芋さんもそうですし、小野沢さんもそうかもしれませんしね、その他多くの方が私というものを形作って、今私がここにいるところに押し上げてくれたんですよね。誰一人私の人生の邪魔をした人はいません。私にクレームをつけてくれる人、それから私にね、すごく、ね、石を投げる人とかね、もう論破しようと思ってかかってくる人、そういう人も私を鍛えてくれてるんだと思います。そうですね、聖書にもあります、汝の敵に感謝せよ、そんな言葉があるわけですよ。イエス・キリストさんはね、どんな相手に対しても慈悲を向けていって、その人から思いを汲もうということをね、私たちに示してくださいました。最後貼り付けになりましたね、イエス・キリスト。その時でも、その処刑人のね、ポンテオ・ピラトっていうのがいるんですけども、神様、この人を許してあげてください、この人は自分を殺すことがどういう意味なのか分かってないんです、だから神様エホバを許してあげてくださいっていうふうに、最後の最後まで自分の敵に対してもね、
慈悲と許しを請うたわけなんですよね。まあ、ちょっとね大げさな話になりましたね。でこの後私が宗教のお誘いをしたらねすごく面白いんですけども、どこにも誘いませんただ私は言いたいことを言ってるだけでございます。さあ今日はですね、優等生久保哲郎、久保塾長がまた一つ皆さんにメッセージをお届けしました。本当にありがとうございますよ、見ていただいて。ではまた高級石焼きまさん、その3をねお待ちしています。失礼します。